ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。メインフェーズでしか使えない使い切りの呪文、それが総裁。デッキの動きをサポートしてくれるカードだったり、はたまたデッキの核になるカードだったりと、様々な役割を持ったカードが存在します。今回はそんな総裁の中でも史上最強のカードトップ5をご紹介したいと思います。選定基準としてはマナコストの軽さ、ゲームへの影響力、そして汎用性を加味したものになっております。というわけで早速いってみましょう。まず第5位は天秤です。白の2マナソーサリー、リセット呪文界では文句なしの最強カードです。効果は土地、手札、クリーチャーの数を少ないプレイヤーに合わせて均等にするというもの。状況によっては損するカードですが、適切なタイミングで唱えれば相手にだけ大損害を与えることができます。うまく使うためにはこんな戦術が考えられます。一つは手札消費の激しいデッキで使う。例えばプレイヤーに直接火力を叩き込むバーンのようなデッキであれば、すぐに手札を減らすことができ、それに伴って相手の手札を大きく減らすことができます。また相手もこちらに合わせてゲーム展開を早くしようとクリーチャーを大量展開することも考えられるので、その戦術に対しても有効に使うことができます。二つ目は影響を受けないカードのみを使うこと。盤面で影響があるのは土地とクリーチャーのみ。プレインゾーカーやエンチャント、アーティファクトのみを使えば手札が減るという効果以外は無視して使うことができます。もともとクリーチャーが少ないコントロールデッキでも神の怒りのごとく使うことができますね。などなど様々な使い方が存在する凶悪なカードです。そのためレガシーでは禁止カード、ヴィンテージでも制限カードに指定されています。第4位はチャネル。たった2マナで1ターンの間ライフをマナに変換できてしまう呪文。15点ライフを払えば引き裂かれし英語エムラクールを即座に唱えることも可能になります。黎明期にはこのチャネルを使い X=20 の火の玉を投げつけるチャネルファイヤーボールというデッキが存在し、瞬殺コンボとして猛威を振るいました。今では考えられないようなぶっ壊れた効果ですが、マジック最初期はライフの価値が今よりも非常に高いと考えられており、ライフを減らすことは大きなデメリットと考えられていたようです。そのため最初は誰にも見抜きされないカードだったみたいですね。レガシーではもちろん禁止カードに指定されていますが、マナの重要性やカードプールの広がりもあり、今後も解禁されることはないでしょう。第3位はヨーグモシの石。当時のカードデザイナーマーク・ローズ・ウォーターも最大の過ちと言及したマジック史上最強の呪文とまで言われたカードが第3位にランクインです。1ターン限定ではありますが、3マナで全ての墓地のカードを手札のように使えてしまうという劇的なアドバンテージをもたらすこのカード、特に暗黒の儀式やブラック・ロータスなどのマナ加速呪文との相性は抜群。実質ヨーグモシの石そのものが0マナの呪文のように使えますし、通常の倍の速度でマナ加速が行えます。そして最もぶっ壊れたキーワード能力とも呼び声高いストームとの相性は抜群。単純に唱えられるカードが2倍になるので、苦悶の触手などを瀕死者に据えれば容易に相手のライフを削り切ることができてしまいます。そんなヨーグモスの意思ですが、統率者戦では禁止カードに指定されてはいません。このぶっ壊れカードを体験してみたい人は一度使ってみてはいかがでしょうか。続いて第2位は修繕。アーティファクト一つ生贄に捧げることで別のアーティファクトをデッキから呼び出すことができるというカード。マナコストを無視して場に出すことができるため、古今東西あらゆる危険アーティファクトを呼び出すカードとして登場時から危険性が指摘されていました。このカードを使った当時の代表的なデッキがエグリムジャー。偏頭痛を出して記憶の壺を修繕から呼び出せば、ターン終了時に相手は14点ダメージ、壺で引いたカードで偏頭痛をもう1枚出すか、記憶の壺をもう一度起動できればそれだけで相手は死に至ります。スタンダードのコンボデッキの中でも最も凶悪と名高いデッキでもあり、修繕はその安定性のために欠かせないパーツでした。その後ヴィンテージで後輩鋼の巨像を呼び出したり、タインバルトと通電式キーのコンボを揃えるために使われるなど、現在でもぶっ壊れカードの実力は健在です。そして栄えある第1位はもちろんこのカード、タイムウォーク。たった2マナで追加ターンが得られるパワーナインの1枚が最強総裁の座を射止めました。追加ターンを得るということは、そのターンの時点で相手より2倍動けるタイミングが増えるということ。土地を追加で置くだけではなく、マナも2倍の量を使えることになるので展開力も増え、戦闘も2回行えるのでダメージも2倍、
ゲームを決めるには十分なインパクトをもたらすことになります。それがたった2マナ。ソーサリーなので瞬生の魔導士で使い回すことも容易です。その後追加ターンを行うカードは多く作られますが、どれもが5マナ以上であるということを考えれば、突出して強力なカードだということがわかりますね。というわけで最強ソーサリートップ5いかがでしたでしょうか。今回は以上になります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。